はい。えー、カバーし袋クロコッパ園長です。じゃあ今度は、えー、あるドイツ人のジャーナリストの方がね、えー、この日本社会について、まあこのコロナ禍なの、なんか要はコロナ対応ですよね。日本社会のコロナ対応を大絶賛していると。まあ日本は全ての面で模範だっていうことを言っているそうなんで、ちょっと見ていきましょうかね。 ドイツでは2月中旬から新型コロナの感染者数が増加に転じていて、今月12日には政府の公衆衛生研究機関、ロベルト・コッホ研究所が感染拡大第3波が到来したとの見解を示してたんですね。で、ドイツのワクチン接種率は18日時点で12.1%と、イギリスなどと比べると現状そこまで高くないことから、 えー、シュパーン保健省、まあ、日本でうと厚労省みたいな感じですかね。えー、今後、数週間は忍耐を強いられると述べていると。で、第3波に直面する中で、えー、まあ、ドイツの、えー、著名なジャーナリスト、えー、ボリス・リートシュター氏。まあ、これサムネの方ですね。えー、まあ、なんか YouTube のチャンネルをもら持ってるらしいんですけども、まあ、YouTube の,のチャンネルの登録者数はなんか20万人ぐらいっていうか。 書いてああるんんででまあ、有名な方な方すかねがあこのコロナ禍の日本社会から、えー、まあ以下のような何て言うのかな希望というかあそういう評価をまあポジティブな評価をしてるってことですかね、えー、コロナに対峙する日本のこれまでの道筋は、えー、我々には別の方法が存在することを示している、まあ、ドイツは日本を見習うべきポイントがありますよってことを言ってるのかな 日本はロックダウンを行わず、規制もほとんどしてないが、日本国民の自発的な行動によって感染が抑えられていると、去年もずっと言われてたことですよね、これはね。 例えば、飲食店、レストランや、スイミングクラブなどのこのスポーツ施設、あとマッサージ店なんかも営業可能だが、それでも日本の、要は亡くなる方の率、死亡率ですかね、は過去11年で最低を記録しているっていう、そういうことを言ってるんですね。 でこれに対して、えーまあ、ドイツの人を中心に、まあ、世界から様々な反応が寄せられていたってことですかね。多くの人がこのコロナ禍でも日本に秩序が保たれていることをすごいなと。で理由はこうこうこうだと。そういう評価みたいですね。えー、だからまあコメントはほとんどがドイツの人ってことでいいでしょうかね。えー、ちょっと見ていきましょう。 うん、日本人は俺たちドイツ人とは対照的に集団として働いてルールを守ることができる、えー。加えて対案がないくせに文句ばかり言うやからもいない。全くいないわけじゃないですけどね。うん、特に日本の国会あたりにね、ずっといますよね、そういう人。<laughs> 特にどこの誰とはあえて言いませんけど。で、えー、次の人が、社会の結束力も違うよね。ドイツの場合、経緯品位、教育の欠如もあるけど、そんなにひどいのか。 あ次が、ドイツにはマスク反対でも起こす反知性の人間がいることを知ったとき、日本の人たちは大笑いしたって話を聞いたよ。まあ、ドイツに限った話じゃなかったんですけどね、えー。ドイツ人は過去数十年、権威に従うよう教育されてきた。だけど常に、えー、お上の言うことに我慢するのは間違ってると思う個人的には厳格な規制に賛成しているドイツ人が多いのは不思議だ。あそのおかしさを少しも疑問に思っていない。 <laughs> なんだろうこのケースバイケースというかね、うん、なんか臨機応変とかなんかそういう発想はないんですかね。日本だって、日本国民だって、何でもかんでもっていう、そういうことじゃないですよね。うん。そもそもこの、なんだろう、コロナ対応だったり、まあさっきの地震の話もそうですけどもね、そういう緊急事態と、えー、平常時と、やっぱ基本違いますもんね。うん。 まあ、共通する部分もまあ,あるにはあるんですけど、この人が言ってるのはどうなのかな、何でもかんでもこうねあの、言われたことにはとりあえず逆らわざるを得ないみたいな、逆らっとかなきゃいられないみたいな、ね、だからあのマスクつけるつけないの話なんかもまさにそうじゃないですか、そういうことを言ってるんじゃないんだけどなって、<laughs> まあいいんですけどね。 で、えー、次の人が、日本もこの木に中国に乗っ取られないよう頑張ってんだよとかあ、ドイツが島国でもならない限り、この国は変わらないとか、もちろん日本人だって完全に政府の言いなりとかじゃなくて、多くのメディアが政府批判もやっている。だけど彼らは民主的な憲法を尊重することも忘れていないとか、あほら、日本にはそこまで移民が多くないからとか、ふふふ。 えー、この前スウェーデンに10日間滞在してたけどヒステリーなんて全くなくて逆に落ち着きと自信が見て取れたあドイツと違って国民が政府に飼いならされていないし <laughs> さっきとなんか言ってることが全然逆になってますよね、えー、日本にはメルケルたちいないからでしょうとかあ欧州人がまるで去年まで科学が存在しなかったかのように振る舞っている俺たちは本来やるべきことの真逆をやっている とか、あそう、日本人は自主的に政府の政策に従っている、えー。欧米諸国の人間は簡単に違反行為をする。これは公共の精神と文化レベルの問題だと思っている。とか、あ僕らとは違う文化ってこともあるけれど、それより重要なのは均一社会ってことじゃないのかな。いわば文化的知性による集団免疫を実行してるんだよとか。まあそういう側面もね、ゼロではないと思いますけどね。 えー、日本人は責任が何を意味するのか理解してるんだよ。でそれに対して、その通り、えー、緑の党に投票してしまうドイツ人が多いこと見ても、えー、我々の責任感は笑ってしまうぐらいに低い。<laughs> えー、フィンランドも、えー、コロナとの向き合い方が日本と似ている。あそうなんだ。あプロの売国だと、マスク反対派がいる国と、えー、衛生管理徹底して人間性を捨てていない国の違いだ。あこの2つを比較するのはよろしくないかと。<laughs> えー、スペインで暮らしてるけど、こっちもほぼすべての店が開いている。しかも感染者は減ってきている。えー、な1週間、えー、最近、直近1週間の平均感染者数が1日3600人ぐらい、えー。ピークだったら1月の1割ぐらいまで減ってるみたいなんですよね、スペインではね。で、次。えー、だってドイツ、こんなんだもん。これ、あの背景の画像がこれですね。 で、えー、ドイツ人だってかなりルールに従ってるけどね。うん、だから従う人は従ってると思うんですけどね。どこの国、地域の人もね。で、日本にはアフリカや中東からの大家族いないし、とか、あ島国と欧州の内陸国比べるのはどうなのかな。あなたはもっと有益なツイートできるはず。で、それに対して何の関係があるの日本だって空港閉鎖してなかっただろう。まさか島国だと飲み屋での感染率下がるのか <laughs> 下がるんですかね。わ <laughs> かんないですけど。 えー、日本では社会的責任、家族、教育は今でも重視されている、えー。日本人は同じ価値観とか共有する単一のコミュニティだから、単一ではなくなり始めてますけどね、結構前からね。 えー、ドイツや欧州が大きな間違いをしたことが日本の現状との違いからもよくわかる。とか、落ち着いて道理をわきまえて慎重に人間らしく行動する。えー、それで十分ってことなんだろう、えー。パニックに陥ってるとしか思えない政策やあ、破壊的なロックダウンなんて必要なかったんだ。とか、日本はなんというか高度に進んだ社会主義的な社会なんだよな。社会主義社会か。えー、多くのドイツ人がそういう社会で住みたいとは思わないはず。 で、それに対して、え日本が社会主義社会だってで、次の人も、日本が社会主義的って指摘は当たらないと思う。日本の最後の社会主義思想トップは演説中に襲撃されて亡くなった。あれ亡くなってましたっけ <laughs> で、えー、日本はすべての面で模範となる国。そして、えー、日本の単一的な人口構成を羨ましく思う。で、次の人も、日本人は考え方がドイツ人と全然違う、えー。社会全体の敬意があるって素晴らしいことだよね。 で、次の人、でも法的拘束力がないという事実を見る限り、政府からは個人の自由が尊重されてるよね。日本は伝統的なアジア的集団主義社会とは違う。で、次の人、えー、日本人には国を壊したくないという意識があるしね、えー、本物の国家の誇りがあるし、だからといってナチ的でもない、えー。国家も会社も家族も欠かせない大事なものという認識が日本人にはちゃんとあるんだよ。 え次の人、日本は PCR 検査の手順も正確で信頼性は高い。ドイツ政府は適切な手順を踏むことを拒否するけど、なぜなら嘘や事実の感染者数が、実際の感染者数がバレるから。えー、ドイツだって日本みたいになれるよ、もし下に示すような社会になれたら、あマスクの着用が当たり前になるとか、個人の権利が社会全体の利益を超越しないとか、罰金がなくても政府の方針に従うとか。 まず日本人はメンタリティが俺たちと違う、えー、マスクの習慣もコロナ以前からあったし、えー、それに日本人は責任感を持って行動することができる、えー、彼らは自由を自分勝手と履き違えていないんだよ、まあ、最後がま,まさにそうなのかもしれないですよね、うん、ただ日本のコロナ対応でもこれ日本に限らずもう世界中がそうですよねあの完全にねコロナが収束したわけじゃないしどうもそれはありえないらしいんで えー、しばらくはもう気をつけながらっていうのがもう前提になりますよね。うん、だから例えば日本だとね、えー、と過去最高の感染,感染者数を更新している自治体とか普通にあるじゃないですか全然油断なんてできませんよね。だからもうこれは世界中の人たちがみんなそうですよね。だからこのドイツの人たちも,もう気をつけて気をつけながらあやれることをやっていくしかないですよね。うん まあ日本にもね、このほらコロナただの風邪だとかね、コロナはもそもそも嘘だとか言って、マスク外そうぜキャンペーンみたいなことによくわかんないことやる人いましたよね。山手線一周、マスクなしで乗ろうぜみたいな、ああいう迷惑行為する人もね、一定数いますんで、ただそれがね、他の国地域に比べたら少ない、ね規模も小さいっていうだけで。 こういう人たちが増えてね、デモなんかやり始めたら、同じように日本も終わっちゃいますよね。だからそうさせないように。ってか、まあ、普通はならないんですけどね。うん。ちょっとね、徹底的にそういうことを許さない社会をね、もう一回ちゃんと取り戻さないとダメかなって思いますけどもね。うん、ね。そう、自由と勝手を吐き違えてる人は日本でも確実に増えてきてますからね。うん。えー、ということで今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。